よかった。もうあの声を大きくしてビタリとは言いませんけど、はい、大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいハロウィンコスプレ可愛いね。はい。昨日、小太郎がさ、はい、フレッシーかける青で絵を描いて、はいはい、ちょっと負けてらんないなと思って、はい、描いてきました。アラッシーが？アラッシーが描いてきました。何？じゃん。それもいいけど違う、これシキッシーだし、もう一応後でツイッター載せますけど、青で上手だけど悪意はちゃんとありますよ、その方ね。必ずきますね。本当の姿はその顔だよ、青じゃん、ね、どうか声出してここ楽屋ではそういう顔してるよ、いつもしてるしてる。まあそういうことにしましょう。さあじゃあ上がってきてくれたのでね、はい、このグループとしては最後になります、はい、東京から来てくれましたカッパの小太郎、すごいギャラリーがすごい。はい、皆さん、お願いします。こんにちは、ワンダーランドだーす。あれ、ズレちゃんの声が出てないみたいです。出てる？出てる？まだ曲はまだ出てる。まだです。まだ曲はまだですよ。皆さん、ウィラブクレー、プレこんにちは。ね、はい。海上自衛隊さん、海上保安官の皆さん。ズレ山ズレ子がやってまいりましたよ。今回あの船にあの嫁さん、旦那さん探しに来てんだもんね。そうなの。ここに私の恋が落ちてるっていう噂を聞いたら、だから昨日今週で食事が出てたんだけど、そうなの、今日は溺れちゃえばいいんじゃないっつって、そうドボンするからね、助けに来てるね。海猿さんが助けに来てくれるかもしれないからね。さっきからあの小太郎を出しにいろんなイケメンさんというかマッチョさんと写真を撮りまくっております。ごめんなさい、動機が不純ですね。はい、ね、はい、東京都墨田区は、ね、北十間川からやってまいりました、十間カッパの小太郎でーす。クレーの皆さんはね、初めましての人もいるのかな、初めまして、ね、3年前も来させてもらって、ね、3年ぶりに呼んでいただいてありがとうございます。コタちゃんはね、大好き、クレが大好きなんですよね。そうなの、これ持ち歩いてるのずっと。そうそう、この世界の片隅でのね、漫画がとても好きでね、昨日もあれでしょ、一昨日か、すずさんち、すずさんち行ってきたんだよね。すずさんの家行ってきましたね。そうそうね、山登りしてね、そう迷って細い道、はい、で昨日来てない方はね、説明しなきゃいけないんですけど、さっき荒川さんが言ったように昨日色紙と肩頃とお絵描きをやりまして、その絵がですね完成しましたね。こんな感じで、はい、完成しました。これが小太郎が昨日ステージの上で描いた絵です、はい、ね、大好きなすずさん、テーマがですねあって、クレッシュと青色っていうのがテーマだったんですよ。なんで、青しか色を使わないようにして青いっぱい塗ってきましたね。テーマタイトルは、クレッシュと青色、空の青い子、海の青い空、ラムネも青色出すってね、そう、はい、ラブネが追加されましたね、昨日からね。はい、ね、これどうするボタン？5万円からオークションやる。そうそう、はい、今日のね、イベント終わりまでブースの方に飾っておりますので、ぜひ皆さん見に来てください。はい、ね、これどっか区にどっか飾ってくれるといいのにね。そう、市長室に飾ってくれるような。これ東京持って帰ってもね、仕方ないからね。ね、ぜひ飾ってあげたいなと思ってます。ね、はい。はい、そんな後であのブース置いておきますので、この後ステージ終わったらサイン会もやりますので、よかったら来てください。ね、来てください。さあ、じゃあそんなところでね、はい、さっきから横にいるピンクのね、お姉さんがいると思うんですけど、はい、お姉さん、松山つる子と申します。改めまして、はい、こんにちは。ズレちゃんはね、青森県むつ市の出身なんですよ。はい、恐れ山で生まれました。いた子です。見えるよ。あ、見えてますよ。見えるよ、みんな。そうです、あの人の将来どうですか？ああ、ごめんなさい。あの人はどうですか？あの人は。ああ、名前だ。で、荒川さんどうですか？ね、荒川さんは。荒川さんは、ね、間違えてる。あ、本当、今浮気してるね。やだ、愛人がいる。出てください。はい、そんな感じでね、占ってほしい人はスレちゃんにね、はい、100円ぐらいあれば占ってくれると思います。いや、500円にしてください。そう、値上がりのね。そんなね、スレちゃんと小太郎は今大の仲良しで、うん、一緒にね、歌を歌って踊ってますので、今日も、2時半、今日2時半からサブステージでスレフェス開催しますので、ね、最終日です。はい、最終日よ、ツアーファイナル。小太郎とフニャも行くのかな。はい、みんな集まってください。じゃあ、ね、せっかくお客さん集まってますので、ここでズレちゃんのね、ところで一曲踊ってもらえたらいいですか？
私たちが2人で作りました、はい、歌をじゃあお届けしましょう、はい、では愛のしりこ玉どうぞ。そして2時半からはズレフェスファイナルですよ。みんな来てね。ありがとう。カッパの小太郎でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。コタズレちゃん、ありがとうございます。もうね、なんかヘッドセットでなんか初めて両手を使ってやったわ。もうみんなね、身振り手振りもう慣れてらっしゃる方多くて。ありがとうございました。ズレちゃん、可愛さをありがとうございます。頭ありがとう。降りられる？降り、はい、こっちの方行ける？気をつけてね。はい、うさりんもありがとうございます。じゃあまたね。いやもうね、あの、はい、ズレ子さんのね、ヘッドセットを浮気を見破られましたね。本当に知りせたぶんこういうとこであんま言わないと思う。いやいやいや、ご当地キャラに今日は浮気してますからね。あ、まあそうですね、うまいこと言うな、うまいこと言うな。誰もうなずいてないけど。さあこの後ですが、はい、割とすぐですね、11時30分予定で再びしーちゃんとバトンタッチしまして、クレジマン、はい、はい、お届けいたします。でさらに11時4、何時持ってんのまだ。いいえ。